週こんにちは。さあということでこれよりは後半戦でございます、はい、前半の方ではトークを楽しくってみんなが思わず笑っちゃうような素晴らしいトークが繰り広げられたと思います。そんなあげますですから後半ここからは、はい、ちょっとゲームなんていかがでございましょうか。やろう、はい、ありがとうございます。今日行うゲームはこちら、武将の推察力を試してみよう、ゲーム。知ってる人はいいかもしれない、知らない人聞いただけじゃ何もわからない本当ですか。この推察力ってやっぱこの武将には必要じゃないですか。うんうん、思いません。思う、思います。あんまり思ってないですかね。めちゃめちゃ思うわ。もう思う。めちゃめちゃ、ありがとうございます。ですので、これから各隊に推察をしてもらうというゲームをやるんですけども、今から一つカテゴリーが出てきます。カテゴリー。例えば、花の名前。そしたら、片方先行、後攻先行攻で分かれるんですけども、守り側の方がある一つのお題を見て覚えます。なるほど。で攻める方はその問題が何かっていうのを質問して当てるんですよ。その質問はでも5回しかできません。そしてその質問ははいかいいえでしか答えれるものじゃないとダメです。やりやすいものすごい上手な回しできてる気になるこれそうというものをやっていきまして、何回目の質問で正解にたどり着けたかを競うゲームでございます。おなるほど、早ければ早い方がいいと。そうなんです。ですからちょっとこのゲームって経験者でございますか。もうわしらもプロですから、うん、プロと言う、まあ、それどこからがプロになるのかちょっともうわしら一発目でやってるからちょっとそうですね、先にやっぱこの胸を借りる意味で、うん、こちらから攻めるってのいいですか。全然ありがとうございます。では先に神戸清盛隊の皆様にお題を見ていただきまして、うん、我らが困った。何我らが、何我らが、我らがちょっと我らが電波がないよ。戻ってきて。おーい、質問で当てていくという形で行う。あ、動き出しました固まっておりました、ね、はい、それでは早速カテゴリーの方をお願いいたします。カテゴリーは見ていいの。カテゴリーは見て大丈夫です。カテゴリーはこれ、じゃじゃん、テレビで見ると。ほう、テレビで見る人というカテゴリーで。なるほど。こたびのお題は、神戸清盛隊の皆様だけが見ます。わしらは目を伏せます。なるほど、はい、ここからは、ここから見せためお願いいたします。はい、はい、第一問はこちらです。てってれー。はい、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 大丈夫ですよ。はい、では開けます。はい、はい、まだだよ。今さらリアクションへはリアクションいい。ありがとうございます。さあということで、まずじゃあこっちからどんどん質問していくじゃないですか。なんて言いましたよ、ね、質問していこうじゃないですか。質問ですね。よしよしよし。じゃあ5問なの。5です。1人1問ずつ。そうしたらいいですね。じゃあ最初は直政。わしからいいですか。直政、じゃあまずはこの2択でいこうかな、うん、その方は男性ですか。いい質問。まずここで分けたいですよね。では答えられません。成立しなくなります。どちらでもないとかってことですか。はいか、いいえ、男性、男性、はい、はい、せーの、はい、はい、男性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 、まあ、ここ当てれないと思うから、まあ、そうですね、どうしようかな。じゃあわしが勝手に好きな人言っていいですか。あ、いいよ。その方は伊藤秀明さんですか。え、本当に、嘘嘘、1回でまさか、ブーン。そりゃそうでしょ。また止まるな。電波止まるわ。カムバーク。思わせぶりな。ない。戻ってきました。これ、こうなった、双方が止まっとる。
そうです。そのようですね。どうやら。だからあのこっちでも止まってました。あ、なるほど。なるほど。はいはいはい。なるほど。あ、じゃあ2つ目の質問いこうか。はい。じゃあ今。はい。何言ってごらん。優しい、優しい、優しい、あの、わしもそれいけたい。では、その方は俳優さんですか？うん、いい質問ですね。優しくない？確かに、ずいぶん甘いですね。せーの、いいえ。違う、男性で俳優さんじゃない。俳優さんじゃない。俳優さんじゃない。ということは。ということはで、ね、まだそこまで絞れてないです。誰じゃろう。質問上手。いいじゃん。芸人さん。芸人さん。政治家。歌手の人。政治家。政治家。これ、これ感想やん。まだまだ、こう、まだいっぱい。まあ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 、行ってみよう。歌手じゃないよ。あ、歌手じゃない。俳優さんではない。はい、俳優さんじゃない。では、あ、名前が出てこない。名前が出てこないとは言っちゃダメなんだ。わしらも考えるから言ってごらん。違います。ゲームがネタだよ。優しすぎて、優しすぎて破綻してる。はい。その人は平井堅さん。お、え、本当に嘘、え、嘘、これ正解にしますか。あ、え、どこで、なんで、嬉しくない。あってことは違うもん、ね、違うんですね。そう、だから平井堅では、ね、俳優じゃないって結構難しくないですか。だからもうちょっと絞っていかないと、ね、ちょっと広いですね。まだじゃあ三つ目の質問をお邪魔します。はい、お邪魔しました。はい、じゃあそれかしから。その方は毎日テレビに出ていらっしゃいますか。あ、いいな。あ、なるほど。いい、毎日。あ、約絶対は。お、帯を持ってるかみたいな。帯、帯。うん、いい感じ。そうだ、ね。せーの、いいえ。いいえ。毎日ではない。毎日ではない。難しいですね。まだ広いね、でもね。でも悩んだってことは、うん、毎日出ててもおかしくないぐらいの人気の結構みたいな、みたいなこともある。なるほど。芸人さんとかじゃん。芸人さん。お笑い芸人さんとか。お笑い芸人さんとか違うかな。あのお笑い芸人さんとか違うのかな。待て待て待て。今の人か。あれ。そうなっちゃうからこれ。一人ごとです。気つけや。はい、行ってみよう、行ってみよう。反応見ようとしてましたもんね、完全にね。そうか、そうですね。その方は加藤浩次さんですか。おお、ええ、すっきり しません。ええ、しません。そういうことか。すっきりしなかったんだ。しなかったか。すっきりしなかった。そうか。もやもや。難しいですね。じゃあちょっと、もうちょっといいですか。もうちょっと詰めてもいいですか。いきましょう。もうちょっと詰めましょう。はい。もうちょっと、芸人さんぐらいだと思ってるんですよ。うん。その人は、コンビの人ですか。コンビで活動しとるかってことだね。はい。せーの、いいえ。ああ、違う。これ難しいです。こっちも止まってるらしいけど。いや、もうでもお笑い芸人さんだとは思ってます。金芸人。金芸人。金芸人さんです。芸人さんですかね。もう芸人さんです。わかりました。あ、分かったんだ。わかりました。もうこの人しかいないと思います。どうぞ。サンシャイン池崎殿。え？ブ。ブ。じゃあそうでしょ。じゃあそうでしょ。わしもやって、わしもこのやつやってほしかったんですよ。今までの思わせぶりのやつ。全然こんな速さのやつあります？
こんなんですか。ジャブでバーってきましたね。大振りが良かったんですけど、こんなあるんですね。最後です。いや最後言っちゃいましたね。わかんないよ。芸人ですね、でも。いやもうわし芸人さんだと思います。ほう。これ最後？最後です。最後です。その方は MC をされてますか？おー、いいですね。せーの、はい。おー、おー、これはこれはこれはこれ MC？ 司会されてる。誰か押さえて、褒めてあげて。なるほど。それですね、それですね。取りましたね、これは。さあ、いくぞ。その人はさんまさん。ああ、ぶ。わしも欲しい。わしも大振り欲しい。自信あったのに。今の。じゃあ正解見ていきましょうか、うん、正解はこちらです。こちらの方でした。ダダンダダンダダダダダチャラーン。じゃあチャンです。惜しかったですよ。ちょっと当てられると思った。いや、いけそうでしたね。かなり最後のわし結構いったね。見事でした。確実にサンシャイン池崎が足引っ張ったよ。ねえ、足ですか。質問の順番が違うかったら多分当てるとったの。あ、なるほど。足が先。確かに。あ、そっか。そうか。元コンビですもんね。いや、ということで、こたび先行の我々は当てられなかったということで、うん、0点でございます。0点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 。はい。さあ、それでは次は講師を交代いたしまして。はい。はい。我らがお題を見て、うん、それを質問にて紐解いていくのが神戸清盛隊の皆様でございます。はい、はい、それではお題の方をお願い。あ、カテゴリーの方、まずはカテゴリーじゃない。まずはカテゴリーやね。カテゴリーは共に見ましょう。はい、カテゴリーはこちら。こちら家電。家電。難しいな。親しみのない。家電って結構絞られません？電子レンジ？まだまだわしらも知らないです。そうですか。わしらも見てないですもん。はい、じゃあ、はい、はい、ではお願いします。おお、これは。これな。これは。これなるほどね。いや、もう何も言うな、何も言うな。それでは、どうぞ、どうぞ、大丈夫です、もう大丈夫です。もういいよー。はい。はい。それでは、自分でこっち。お願いします、質問の方を。私ね、実はいい質問を考えたんですよ。画面外の気温から。あの、ボイスだけでいきますけども、あ、これ言っちゃっていいですか、私。とどめ刺しますよ。早い。はい、それは、家電の三種の神器ですか。お、三種の神器。三種の白物家電みたいな。せーの、ブー。絞られた。絞られた。おお。これで絞られたんですか。だってもうこれで一気に見つかけたよな。はい。冷蔵庫。洗濯機。洗濯機。はい、以外。はい、あー、上手じゃん。もうこれでそうですね。うわあ、さすがプロ。あ、ここ私のターンですか。そう、正解は掃除機ですか。せーの。なんなんだよ。それを考えるのはゲームです。あんまりこれやりすぎかもしれないですね。もうちょっと優しくやりましょう、ね。優しくそんな。なんかちょっと不快な感じになる。ああ、それごめんなさい。違う。さっきよりもちょっと。これだけはしょ。大好きだから。どうしますすいません。三角ぐらいにしましょう。バツなんてよくない。いやいや、バツか丸なんですよ。バツなんで。もちろん丸で。じゃあ二つ目お願いしていいですか。はい、テレビでもない
洗濯機でもない、はい、質問してから決めようや。質問時期でもないんで、なんかこれ以外の質問をしないと考えない。いきますね、うん、はいはい、それは料理器具ですか。あー、いいね、あー、いいね、いいね、うまいですね、これ、ね、これ、せーの、はい、おお、これは上手じゃん。これはちょっとだいぶ詰められましたよ。フライパン、今の答えでいいですか。フライパン、ね、はい、ないですね。正解はミキサー。せーの。これはこれで何回や。これはこれで何回や。ミキサーって家電なんですか。まあ、電動だから。電動ミキサーで出てた家電。広い目で見れば正解ですけども、ごめんなさい、ちょっと。広い目で見れば。じゃあダメなんです。家電って共通点もありますから、正解でもないです。正解出てる。映ってないじゃん。映ってない。あ、見えてなかったです。ごめんなさい。申し訳ない。申し訳ない。こっち、こっちが。3問目。はい、3問目。お願いいたします。ちょっとパッと出てこない。質問がね。でも、ミキサーが惜しかったんですよね。いや、惜しくはないです。惜しくない。惜しくない。だから、何が、何じゃないの、今は。あ、ちょっと、いいの見つけた。はいはいはい。どうぞ。どうぞ。それで、それで。それで続きの話があるんですよ。そのそれで。それで、温まりますか。おお。あ、すごい。せーの、はい、分かっちゃった。電子レンジでもない。あれですよ、でも電子レンジでありえるよ。オーブンか。聞こえるから聞こえるから来るぞ、来られるぞ、これ気になったわ。鬼ここじゃないですか。ここじゃないですか。ちょっと家族会議入ります。すいません。あ、ここでちょっとやばいですね。いや、今だいぶ多分、やっぱ、うまいな、プロの人たちが。いらっしゃいますね。質問の内容が素晴らしい。おー、ほんとにこう、輪っかを縮めていく感じがね。いや、違うな。あ、レンジも。本当に会議してる。本当に。生配信忘れてんの。誰もこっち見せるようなやつじゃない。まあ、いいよ。え、ちょっと電子レンジは三種の神器入ってない。入ってない。よし。正解は電子レンジです。これ当たったんじゃない？せーの。ああ！やったんですか？違う。あ、違った。シュペでーす。シュペでーす。ごめんなさい。あと2問です、ね、あと2問しのげればいける。ここまで。いや、そうですね。では4つ目の質問をお願いいたします。しょうもない質問だったら申し訳ない。それはコンビニにありますか。さっき置いてますか。でもそれ国によるんじゃないですか。コンビニめっちゃ悩まれてる。何を計算した。ここで計算できないでしょ。せーの。ない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 ですね。違う。今、何が違うのかが分かってない。あ、思い出たもん、してみてください。そんなでもピンポイント、ピンポイントそんな。でもじゃあさ、別に会議の内容はこっち聞こえてないだろうな。こっちが答え変えることはないので、だから小声になる必要はないと思うんですよ。どれか。でもちょっと顔見てみよう。ホットプレート、たこ焼き器、あと何だっけ、炊飯器、
あ、炊飯器絶対違う。絶対違いますね。絶対違う。バカ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 、わかりやすすぎたんですよ、今の。すごいね。でも、その前だから素直になったりする。使いますか？だけど、それを家電使う。しかも、お料理。お料理、たこ焼きのこと、お料理って言わん。調理器具。あ、お仕事答えるはい、はい、いいよ、何でもいい、もうだ今まとまってこれもだから最後ですね、いや、これ4回目、はい、もう4回目、はい、ま、ラストチャンスあります、最後何を言っても違う、いや、答えはそんなことないですよ、真実はいつも答えはあるんですよ、それはコナン君がおる料理に食べる料理に使うものでコンビニでない、コンビニないコンビニには炊飯器ありますか、ない、はい、でも悩んでたんだ、炊飯器でもない、たこ焼きもないわ、たこ焼き炊飯器じゃないことがバレてしまった。バカ。バカ。それはバレますよ、あれは。もう言ってたから行こう。それはホットプレートですか。せーの。うそ。うそ。うそ。イエーイ。うわー、いやいやいや、プロだ、やっぱプロですね、プロじゃん、な、何が決め手ですか、まあ、やっぱり家電って家電っていうとこからな、最初じゃないですか、ちょっとなんか家電得意だからそう、まあ、家電得意だったから聞いたことないですけど、一発目で分かってたけど、ゲームとして成立しないかなと思って、ちょっとこう、お前泳がしてね、うん、だとしたら、配信終わるまで言わないでもらっていいですか、配信中に言われちゃうとね、うん、見てる人たちもあ、そ、でも、お見それいたしました、はい、まあ、我々の勝ちでござります、じゃあそうです、この勝負はもうね、完敗ですね、神戸清盛隊の皆様の勝利でございます、ちょっとこれ10周年負けから始まるの嫌じゃない、嫌だな、どうしましょう、殿、ちょっとこれこんなことあれですけども、どうかリベンジさせてください、聞こえないんですけどちょっとすいません、殿、リベンジをお願いいたします、顔映ってない、え何も映ってない、あ、画角が見えなかったからダメなのかな、うん、そこをなんとかいいですか、いや、稲姫の出方次第、稲姫の出方次第、みんな、いきなり、はい、怖い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 、すみません、すみません、再生もお願いいたします、いやー、なんまずいよ、嬉しいけど願った通りだけどなんか悔しいということで、はい、今許可をいただけましたから発表いたします、はい、神戸清盛隊 VS グレート家康公青い武将隊令和の源平合戦3番勝負を行います、いいよ、やったぜ、そうなんです、これちょっともう今回負けたままじゃ終われないというわしらのわがままを聞いてもらいまして、5月6月7月と3ヶ月に分けて毎月対決をしていただきたいと思います、そうなんです、で対戦の内容は頭脳対決、そして体力対決、そしてチームワーク対決の3番勝負でございます、そしてなんと勝ったタイは負けたタイよりご当地のごちそうをいただくという、やったー、いただきます、ありがとうございます、まだまだまだですよ、なんで勝った、最初から勝ってる、勝たせてくださいよこちらにも頑張りますから、さあというで5月と6月の対戦はこのように配信にて、行っていきたいと思うんですけども、うん、7月の最終戦だけはやはり皆も見に来れるような観戦でき
できる形を取れないかなと考えております。おーですからこうね、我ら絶対負けないぞというね意気込みを各隊代表で1名ずつ聞きたいと思います。それではまずはグレートイアスと青い武将隊徳川家康様、あの多分だけどここは稲の方がいいと思う。え、そのが優しくしてくれますか。なるほど。いいからいいから行きなさいよ。じゃあ稲姫の方から意気込みを。はい、あのこたびはやはりねプロに負けてしまいましたけれども、次回こそは絶対勝ちに行きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。いやなんですか、なんかな、だって稲姫が喋ってる時だけ家康やらない雑に家康やらない。ちなみに殿がお願いするとどうなるの。そうそう、殿、すいません、今いいよって感じでしたけど、お願いします殿。はい、よっ、我らはね10周年を迎えるにあたって最初にこう負けっぱなしではやっぱ演技が悪いということで、絶対に勝ってもう縁起の良い10年の幕開けと11年の、踏み出しとしたいと思いますゆえ、我らの勇姿ぜひとも見ていてくだされ。頑張るぞ。お断りします。なんでだよ。お断り、お断りってのはあるの。では勝負もさせてもらって、はい、あつ森が、あ、今この時間終わったことですか。もうこれもなかったことに、今なか、今編集されてます。え、これ配信ですよね。まるまるカットとかじゃない。いやいや、だからやらない。あのね、それわしら10年本気でやってるんです。10年本気でこうやってるんです。それは申し訳ない。あれなの。あ、じゃあすいません、うちからこんな感じなの。いやいや、ありがとうございます。それでは お願いします。お願いいたします。絆と絆、よろしくお願いします。ちょっとこんな来ます？こんな こんな来てますよ。こんな来るんですか？怖い人だ。あんな、あのこちらこそ頑張ります。よろしくお願いいたします。さあということで、各隊の勝負への意気込みを聞けたところで、こたびの、神戸清盛隊グレートイアスと青い武将隊の10周年記念特別コラボ配信を終了させていただきたいと思います。本日は最後までのご視聴誠にありがとうございました。ありがとうございました。これからもよろしくね。よろしくお願いします。10周年